まずはじめに倉田プロ、はい、まあさっきと一緒のトーナメントのラインナップなんですが、はい、今日のハイプドスーパーパールはどの位置？はい、ここ一番下に感じました。はい、わかりました。続いて石原プロ、はい、まあラインナップって言ってもなかなかね、はい、今回初めて入れてるんでいくつか入れてもらったんですが、はい、今日のハイプドスーパーパールはどの位置？ここになると思います。はい、わかりました。7月のロトグリップ、実は日本初入荷ということでハイペドスーパーパール、投球するは倉田萌恵プロ、石原明雄プロにお願いいたします。ではどうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。倉田プロの第2弾ということなんですけど、まあ今回またウニクスボールさんのお借りしまして、ロトグリップの新しいというか、これ日本には入れてなかったというだけなんですね。まあアメリカではハイペトというボール、このハイペトっていうボールもアメリカの方のロトグリップでは結構出たんですね。まあ日本では今回初めて入れたという種類になります。で、投球していたコンディション46フィート、まあちょっとかなり薄めになってドライになったんです。で、倉田プロ、石原プロのレイアウト、まあ倉田プロのレイアウトって、まあ正直言って玉なりに一番強い石原プロのみたいなレイアウトに今回させていただいて、で、石原プロのレイアウトっていうのはやっぱり玉なりに一番強いと。で、ボールそのものが、まあ今回初めてのまま VTC っていう素材、まあスーパーパールという名前のなんですけども、まあ名前の通りパールは従来のやつより一番入っている、パール量を非常に多く調整したもので、で、コアもですね、どちらかったら強いか弱いかったら弱い走り重視のボールということになっているのが、倉田プロ、はい、今日投げたイメージはどんな感想でした？はい、一番最初に思ったのが、うん、手前の行き足が、うん、すごすぎてすごすぎてこんなに走るの？ああ、なるほどなるほど。最初にさっきのバーチャルの X3 を投げさせてもらって、はい、その後に、はい、このハイプとスーパーパール投げたら、うん、もう走りすぎてなるほどなるほどこんなに走るんだこのボールと思って、うん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 、そのカバーとコアが弱いのもちょっとあんまり知らないまま最初投げたはい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 、はい、なんで知らないまま投げたらびっくりするぐらい走ったのでああと思って、でもそれ走るんですけど、うん、でも僕はこのドライに当てた時はやっぱりしっかり切れるわけではないんですけど、うん、すごい来る感じはあったので、じゃあある意味衝撃受けたわけだね。衝撃受けましたあ、じゃあ何もやらないで送った方がいいんだねなるほどなるほど。石原プロはどんなイメージでした？まあそうですね、同じに共通点はやっぱり手前の走りがすごいいいなと、うんうん、まあそのデルタ陣も3位ということなんで、うん、まあバックエンドはそんなに大きくはならないんでしょうけども、うん、コンディションによってはもうやっぱり与え方によってはバックエンドが切れるっていうイメージが出てくるとは思うんですけども、なるほど、とにかく印象的には今倉田プロが言ったようにやっぱりカバーがちょっと弱いところなので、うん、非常に手前の走りはいいなっていうのは印象的でしたね。なるほどね、はい、まあ本当ね、使い方としてはちょっとドライによったミディアムからミディアムドライなのかなっていうふうには思うんですが、このハイペド、まあ、ちょっと説明させていただくと、デルタ RG の数値っていうのは非常に低いんですね、コンマ3台で、コアそのものだけ見るとフィリップブロックもついてるんで、まあ、これ直進しやすいよねと、ハイペドコアっていうね、で、なんで今まで私が日本に入れなかったか、まあ、私がって言っただけですけど、まあ、ハイスポーツが日本に入れなかったかっていうのをちょっとだけ説明させていただくと、やっぱり日本とアメリカって大きく違うところが何って言ったら、ジュニアの量だとか初心者、中級者の量が日本の何百倍もいるんですね。で、そうするとどちらかって言ったら日本のボーラーっていうのはやはりこのクラスを買われる方よりどちらかって言ったら
高いボール、プレミアムラインとかね、そういう高いボールを求められる方が非常に多いんですね。でアメリカっていうのはやっぱり逆で、プレミアムラインっていうのは、まあ、プロ向きのボールだったりかなり上級者が投げる、どちらかって言ったら、まあ、その下の中級層、それからジュニアだとかそういう層っていうのはやっぱりこのハイペトだとかハイロードだとか、まあ、そういう系統を投げる方がものすごい多いんですね。でそうすると、まあ、もう一つそのこのハイペトのシリーズの中でハイロードなんかもそうなんですが、例えばものすごいオイルに強いとか、そういうのを作ったりいろいろすると、プレミアムラインでオイルに強いボールがあるからもうハイロードのオイルに強いのがいらないよとか、まあ、それとかもっと下のラインでやると、そんな弱いのいらないよと、こういうような、ね、方が非常に多いんですよ。だから、まあ、アメリカと市場の感じが全然違った、まあ、そういった意味じゃやっぱりこう売れないボールって言い方悪いんですけど、売りづらいボールっていう部類になっちゃったんですね今まで。ただ今回、まあ、なんであえてじゃあ入れたのってなると、まあアメリカの方とも話をした中で、まあ、一度日本に合うハイペドを作りなさいという言い方をされて、まあ、いやじゃあ乗りかかろうと。で私がやっぱりこのハイペドの RG、デルタ RG、あとコアも見ながらも、やっぱり、あ、今倉田プロがさっきおっしゃったように、いやこれ直線した方が絶対いいよと、使い道あるよと、ドライにこれとかミディアムドライにこれとか、まあ、それからアウトサイドのオイル薄いとこ投げる人はこれみたいな、もう固定してった方が使いやすいよと、変に中途半端にオイルに強かったりいろいろ普通にするよりは極端にしてった方が使いやすい、まあ今定価的にもリーズナブルに使えるんで、あこれだったら上級者中級者も納得してくれるんじゃないかなと、使い道を見出してくれるんじゃないかな。確かに今日プラタプロのボール投球見てると全部ポケットだったもんね。そうなんですよ。まあ本当ね、使いやすそうに、別にね値段だの何だの関係なければね、すごい使いやすそうに見えたし、そういった意味じゃぜひねこうボールを日本でも本当に広めたいという一つの意図があって発売したというふうになりますよね。まずはじめに石原プロ、はい、石原プロへの質問は、まず最初にいい意味でも悪い意味でも値段、性能、はい、まあこういうのってやっぱり日本人の、まあ、僕もそうだったもんだけど、高いのっていい、安いのって悪いとは言わない、まあ、例えば石原プロが値段とかそういうの関係なく、このボールってやっぱ本当にこういう人に勧めたいんだよねっていう、なんか今回のハイプロにもしあるとか。そうですね、やっぱりハイパフォーマンスのボールっていろんな技術的なものも非常に高い技術を使ってるじゃないですか、だから価格帯の安いボールがすごい使ってないっていうことではないんですけど、うん、強いて言えば、そういう環境じゃないというところで、まあ、この価格帯が抑えられたところのボールっていうのは、うん、やっぱり僕は性能が落ちるとは全然思ってなくて、うん、ただその今回みたいに非常にこう前へ進みやすいですよ、うんうんうん、だからハイパフォーマンスの中でこれをやってこういうカバーを乗せてもあんまり意味がないと思います、うんうん、まあまあそれはそうだよね、はい、なんでそういうところでボーラーさんでもやっぱりこういうボールでしたら女性だったりジュニアの方とかシニアの方、うんうん、まあやっぱりそれから始め立てて例えば健康ボーリングから移行していく、うん、ボーラーさんにまず最初にこういうところをお勧めしていただいて、まずこういうリアクティブのボールっていうのはこういうもんだっていうことから入っていただけるようなボールではないかな。逆に特徴がありすぎるボールの方のがやりやすいって時もあるのかな。まあそうですね、基本的にはやっぱりいろんな意味でまだ覚えたてというか最初のボーラーさんっていうのは難しいボールを使うと難しく感じちゃうとは思うので、うん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 、そういう部分もいろいろ考えるとやっぱり単純に1回曲がってくれますよみたいなボールっていうのは非常にこう逆に扱いやすくなっていくのかな。余分な動きしない。そうですね、だからこれはボールが曲がらないとこはそういうことではないので、うんう
投げる場所によっては当然ボールは曲がってくるので、はい、そういうボーラーさんに対してまず健康ボーリングからこうだんだんとこう上のボールを投げられるような技術になってくると、うんうん、まず最初にこれを使ってみて、あ、もうちょっとこういうボール欲しいなという段階で変えてっていただくと順番ができていろんなボールが投げられるようになると思うので、なるほど、まず最初はこういう系統のボールを投げていただくと、うんうん、次に、ボールをチェンジ買い替える時にも参考にもなるんではないかなというふうには思います。今回はでも中級者でも上級者でも明確に曲がらないボールとか遅いコンディションの時に使いたいんだよね、うん、僕いいと思うんですよね、はい、まあ、そういった意味では明確なボールになったんじゃないかなと、はいはい、最後に倉田プロ、プラタプロへの質問をね、僕ね、これ、まあ、何人かのプロに実は聞いたことがあって、はい、2つあるんですね、はい、1つは、自分が投げて、まあ、今回のハイブトじゃないですよ、情報も何も ないので、自分がポンとボールを投げて、いや、このボールいいな、悪いとは言わないんですよ、このボールはすげえいいなって思うとき、何を持って思うか。それからもう一つちょっと続けて質問しちゃいますけど、例えば自分が天品残りました、何をどう変えますか、こういう例えば3つ上位、これかこれかこれを変えますよみたいなのが、ちょっと順番的に1つ目、はい、いいボールと思う、いいボールもやっぱりこう投げて最初に、うん、一番最初にこのボールいいって思うところは、うん、ピンアクション、それは何、勝手に飛ぶのか、それとも自分で投げた時に当然プロだから、はい、あ、天品かなとかちょっとあれだなと分かるじゃないですか、うん、それでも飛ぶ時に、はい、こうリリースミスったとか、うんうん、あ、ラインちょっと打ちミスした、外出ちゃったとかなった時でも、うん、飛ぶボール、うん、7番ピンだったり10番ピンとかが飛んでくれるボールが、うん、めっちゃいいこのボールってなりますうわー、はい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 、はい、それだけ、はい、いいボールって感じ、あ、いいボール、うん、あとそうですね、曲がりとかはない、私やっぱ基本的に、うん、まあ、回転も多くないし、うん、スピードがある方なのでま、うん、っすぐ目、うん、なんかちょっと内向けて投げちゃうんですよね、うん、基本的に、うんうんうん、なんでその自分がこう投げやすいライン、うん、を投げれるボールはいいボールだなって思っちゃいます。なんかこうちょっと期待と不安だったなだってさ、はい、これ見てる人だってさ、はい、嫉妬が全部ストライクだったらいいボールってだってピンとボールっていいボールだよね、はい、だよね、はい、それがいいと思うんだもんね、はい、それああなるほどなって画面の向こうで言ってるのもおっしゃる通りああなるほどね、ちょっと質問がおかしかったねごめんなさい、あ、じゃあ2つ目に、はい、じゃあ自分が今投げてます、はい、天秤残りました、はい、何を変える、まず一番最初に変えるのは、うん、立ち位置、立ち位置、天秤飛ばない、うん、ってなった時に、うん、とりあえず右に1枚寄るんですよね、いつも、おお、右に寄るんだ、はい、まあ、なんかその手前で食われてて飛ばない感じだったら左にも寄るんですけど、うん、なんか私の場合あんまりないんですよね、その食われて飛ばないみたいな、はいはいはい、どっちかというともうちょっと遅いところを使おうとかね、あ、そうですそうです、はい、俺の少ないところを使おう、そうです、それでやってみて、うん、それでもいまいちだなってなったらもう私はすぐボール変えちゃいます、あ、じゃあ1番目は立ち位置変える、はい、2番目はボール変えちゃうとかね、はい、それでもダメだったら、それでもダメだったらちょっとリード抜くっていうより丁寧に投げるようにゆっくり、あ、手を抜くじゃなくて、ね、ちょリリースのこうゆっくり動作をする、はい、やらないスピード落とすってことか、あ、そうです、はい、あ、手を抜くってびっくりしたよなかなかほらリリースを変えるって、はい、変え方って僕難しいんじゃないかなって、リリースの感じを変えるって、なんかリリースの感じを変えるっていうよりかはこの振る速度をゆっくりゆっくりしてあげる、なるほど、はい、自分の中でね、はい、自分の中で、はい、多分人が見てるとそんな変わってないよっていう話だと思うんですよね技術的にこれなんで3つ聞いたかっていうと、はい、
私ね、外人にも聞くんですよ。今回のね、ストームで来日、ノマクエで来日した、例えばフランソワ・ラボア、ラボアに聞いたときにね、例えば天秤に残った、ラボア何するって聞いたら、一番最初にやるのは、やっぱりね、単純にスピードを変えるだと。彼は、スピードを変える。2番目何するって言ったら、内による。で、3番目何言ったらボール変える。もう他の、例えばカイル。カイルに聞いたの、今回ね。カイル、両手投げですよ。カイルに聞いたら、いやぁ、なんかボール変えりゃいいんだよ。お前、すげえラフだって言って。ボール変えるんだよって言われて、ええー、と思ったんだよね。ボールも本当は曲がるボールだとか曲がんないボールあるんだろうけど、何を持ってボールを変えるのって言ったら、天秤、これボール飛ばないんだよって。で、ボール変えるんだよって。で、何も変えないって言うんだよ。投げるのも立ち位置も何も変えないでボールだけ変えるんだよって言われて、ああそうなんだ、2番目終わったら2番目も同じだよって言われて、3番目もないのってボール変えるんだよって、遅くなったら寄るだけだよって、それは天秤じゃないんだよって言って、まあ説明とあれ答えが違ったのか分かんないけど、天秤残ったら何やるって聞いてるのにボール変えるんだよって、だから寄るとか何とかじゃなくてね、ことを言われて、でね、最後に、このヨーロッパから来たマーチン・ラーセン。ね、その人も同じ質問。だからマーチン・ラーセンは最初にスピード変える。もう一つは、やっぱりボール変える。3番目に立ち位置変える。だから、これはね、人によって違うんだな。まあ、どれが合ってるか合ってないかって答え合わせなんだけど、まあ、当然ボーリングのタイプ、さっき言った両手投げ、片手投げ。両手投げってすっげー自信満々なんだなって思ったのが、自分は悪くねえんだよ、ボールが悪いって言われたんだよね。俺は悪くねえ、ボールが悪い、天秤残ったのはボール悪いんだ、お前悪くねえのかよと思ったよだからまあちょっとそういう形でね、質問をしていたんだけど、まあでもやっぱりこう石原プロももしこの質問したら順番は違っても種類としたら5種類ぐらいなのかな、こう手段っていうのは。でもね、やっぱり打ってる人、打ってない人がもしいるとしたら、打ってる人ほどボール変えない。打ってない人はボールって書いてる。それが合うか合わないかは別に書いてるんですね。そういう傾向はあるかな。だから一つのボールを長く使えて判断してるっていうのもプロボーラーなのかな。なんかね、勉強になったりで勉強させたような質問になっちゃった。やりました。まあまあ、手抜くっていうのは言われなかったらよかったな。手抜くって言われたからどうしたの、もうやめちゃうのまあこんなね、可愛い倉田プロなんでね、皆さんぜひ今後もね、応援していただければなというふうに思います。本当に今日は長い時間お疲れさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん今回の動画も素晴らしい動画になったんじゃないかなというふうに思います。初登場のね、倉田プロも張り切ってもらって、まあ皆さんどんどんうちの契約プロがまだ出場されてない方も今後どんどんまた取ってきますんで、ぜひ見てほしいなと。で、今回ですね、プレゼントコーナーなんですけども、まあ使用したボール一つ、ハイペとスーパーパーという、まあ、走り系が重視。まあ、これは非常に、トーナメントというよりは、センターコンディションだとか、そういうのにものすごい重宝する。それから、今回もう一つ、リブコンの UC3、まあ、フラックスというプレタンボール。こちらの方をプレゼントにさせていただきます。今回の応募方法なんですけども、ハイスポーツで、今、絶賛発売中、この、シャーミー、ハイスポーツのシャーミーは中に板が入っているので油が浸透しない特殊技術を採用しています。またこういったパフボール、アセトリですね、絶賛発売中の、まあするとこれも絶賛発売中、まあ、意外に皆さん知らないなって言われたんで今回紹介したいんですけど、スキンパッチ EX、 それとこちらの方は
金パッチの中に入っている布、別売り会、まあ、こちらの本をぜひ今ご使用されている方が応募条件というふうになっておりますので、ぜひですね皆さん振るってご応募していただければなと。ということで終わりにかと思うと、今回はですねなんとなんとちょっと大盤振る舞いというか、こちらの皆さん今絶賛発売中アイオンぜひ入れたいなというふうに思ってます。でこのアイオンなんですけども、まあ前回私たちの方でハイスポーツ感謝祭こういうのを開きまして、その感謝祭の時に使った試し投げの人用のボールで、今回はいつも15ポンドなんですけど、今回こちらジュニア、それから女性、まあ、こういう方もぜひハイスポーツを応援したいとこういう願いも込めて、こちらは13ポンド、こちらは14ポンドとこういういつもじゃないような軽量のやつも用意していますので、振るってですねご応募していただければなと。でまたぜひハイスポーツのアクセサリー関係使用、普段から使用していただいて、いやーハイスポーツのアクセサリー使ってると得になるなとこういう思いも込めて、お届けしたいんで、ぜひですね応募ください。ありがとうございました。